皆さんこんにちは、慶応サカーです。今回の動画は清水エスパルス入団内定、日大藤沢高校森重陽介選手をご紹介します。今回からプロ内定が決まった選手を一人ずつご紹介していこうと思います。今回の動画ももちろん次回以降の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。それでは行きましょう。森重陽介選手は198センチ86キロと規格外の体格がある。そしてフォワードとディフェンダーの二刀流であるのがこの選手の注目すべき点であり、フォワードとしての高い得点力とディフェンダーとしては身長の高さや空中戦の強さを生かした守備の強さがあります。森重選手は中学時代は東京ヴェルディジュニアユースで活躍していた。日大藤沢高校に進学してからは1年生時から二刀流として出場することが多く注目され続けていました。森重選手は9月頃に清水エスパルスへの入団内定が決まりました。ただまだ世代別代表に選ばれたことがなく、なぜ呼ばれないのかは不思議な選手ですが、プロ入り後は代表にも選ばれ続ける選手になってほしいですし、将来はワールドカップにも出場するような選手になってほしいです。ということで今回は清水エスパルスへの入団が内定した森重陽介選手をご紹介しました。次回以降もプロ内定が決まった選手をどんどんご紹介するのでよろしくお願いします。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。インスタのフォローもお願いします。